こんにちは、ジャンカメラ系 YouTuber みんなっちです。今日はニコンの単焦点レンズニッコール H50mmF2 を紹介していきます。ハードオフジャンク品2200円で買ってきたレンズになります。値札がこちらです。レンズ内カビホコリあります。詳細未確認というレンズだったんですが、お店でレンズ確認させてもらったら、確かにカビは生えているんですけど、そんなに映りに影響しないかなという生え方をしていましたので、買ってみたレンズになります。レンズの程度を見てみましょう。コーティングは綺麗に反射しています。後ろから光を当ててみるとこんな感じで、前玉側にややカビが生えているのかなというレンズにはなっています。後ろから見るとこんな感じ、後ろ玉側は比較的綺麗な感じに見えます。実はこのレンズ、分解清掃してこの状態になっています。買い物紹介動画のコメントで分解してみてほしいというコメントありましたので、一応分解に挑戦してみたんですが、小さく画面を出してみるとこんな感じで、結論から言うとですね、失敗に終わりました。特にこの前玉のカビを取りたくて分解したんですが、前玉のカビ、この前玉ユニットの間に挟まっている状態でしたので取り除くことができませんでした。結局諦めて元の状態に戻してあります。最近分解清掃失敗続きでちょっと自信をなくしているところです。ただこのレンズ最初から分解して掃除する必要ないのかなと思っていたぐらいでしたし、後で作例を出しますが、楽しく撮影に使うことができて綺麗に写りましたので、ぜひ作例を見ていってください。右にニッコール SO と F1.4 を並べてみました。このレンズが登場した60年近く前の時代というのは、 F1.4 のレンズが画質重視の標準レンズ、 F2 というのはどちらかというと普及型のレンズとして販売されていたようです。まずはこの2本でどれぐらい違いが出るのか気になりましたので、取り比べをやってみます。でニコンの一眼レフで撮影できたらいいんですが、このレンズ AI 対応されていないレンズになりますので、D600、 私が持っている D600 で撮影できなかったので、フルサイズミラーレス、ソニーの α7 で撮影をしてきました。ニッコール SO と F1.4 と比較をしてみます。どちらも絞り開放で撮影しています。左がニッコール H の F2、 右がニッコール S の F1.4 です。どちらも最短距離は60センチで揃っています。同じ設定で撮影したんですが、右の F1.4 が露出アンダーに映りました。やはり F1.4 の大口径レンズは一味違う写りに見えます。後で F2 の作例をじっくり出していきますが、左の F2 の方もボケ方は非常に綺麗です。もう一枚最短距離で比較します。やっぱり右の F1.4 の方がアンダーに映りますね。今回の動画は左のニッコール H の紹介なんですが、こうやって並べてみると右のニッコール S の良さを感じてしまいます。過去にニッコール S の紹介動画作っていますので、興味のある方は概要欄から見てみてください。次に電車撮影した作例です。これも絞り開放で撮影しています。風景を撮影すると F1.4 は絞り開放では扱いにくいです。ピントの範囲が狭すぎて難易度が非常に高いですし、荒ぶった写りになります。ほぼ同じ時間に撮影しましたので、背景の雲が同じ位置にあるんですが、右の F1.4 の方では絵画みたいな写りになりました。自然な写真には全く見えません。ということで F1.4 と F2、 当時のコンセプトというか位置づけが分かったような気がします。 F2 のレンズミラーレスに装着するとこんな感じです。スペックを確認して作例を出していきます。ニッコール HO と 50mmF2、 主なスペックを紹介します。発売が1964年、昭和39年の1月、焦点距離が 50mm の単焦点、開放 F 値が F2、 最小 F 値は F16 です。レンズ構成が4群6枚、最短撮影距離が 0.6m、 絞りバネの枚数が6枚で、フィルター径は 52mm、 重量は実測で 205g です。作例を出していきます。今回はスナップの作例を先に出します。ハードオフ長須田店に行く途中、まずは絞り開放 F2 で撮影してきました。鳥居のひらひら白い紙を見てみると、若干反射が出ているのかなと感じるレンズです。同じ場所でマクロ気味に撮影しました。階段の手すりを見てみると非常にボケ方が綺麗ですね。まるで光の筋のようにグラデーションで消えていく感じがします。左側の植物も綺麗で、玉ボケは中央部分はまん丸、非常にいいレンズです。
縦方向で撮影してみました。周辺部分はそれなりにレモン型の玉ボケになっています。それでもボケ方が最高に綺麗ですね。すごく気に入りました。自動販売機です。このレンズボケ方がいいので、こういう何でもない写真でもいい感じに写ってくれます。看板を撮影しました。周辺部分を見てみても、直線がちゃんとまっすぐになっています。さすがは単焦点レンズ、歪みをほとんど感じません。看板の前のお地蔵さんです。このレンズ開放撮影最高ですね。後ろの看板がかっこいいボケ方をしてくれます。若干緑色のにじみが出ていますが、味付けのようなものですごくいい感じです。絞りを F8 まで絞って空を撮影しています。絞れば光の反射や曇りを全く感じないので、全然使えるレンズです。フェードも悪くないですね。気温が32度くらいある暑い日の空です。いつもの散歩コース、カエルのおもちゃです。 F5.6 で撮影しています。非常にシャープでいい感じです。最短距離60センチまで寄りました。最短距離は60センチなので近くはないです。あと一歩寄りたくなるレンズではありました。コテコテカリカリの写りです。花を撮影するとこんな感じで、大きさを見てみるとやや物足りなく感じますね。ボケ方はいいです。文句なしです。絞り解放 F2 と F5.6 の作例を並べてみるとこんな感じ。まるで別物のレンズで撮影したように写ります。左の絞り解放は絵画のような写りです。このレンズ絞り解放でボケを生かして遊ぶのが楽しいレンズなのかもしれません。もう一枚比較を出してみます。完全に勢いがなくなったひまわりです。左の絞り解放を見てみると色が濃いですよね。コテコテな感じに写ってくれるのがまた面白いです。何度比較しても絞り解放の写りがいい感じに見えます。 F5.6 で縦撮影です。最短距離60センチで撮影しています。今回は最初の撮影だったので、絞った方が綺麗に写るのかと思って F5.6 まで絞ってマクロ撮影しています。スナップ、最後は公園で撮影したアブラゼミです。一段だけ絞って絞り F2.8 です。 F2.8 まで絞ると玉ボケの形も四隅まで安定した形になってくれます。最近アブラゼミも元気がなくなってきたように感じます。夏の終わりが近いでしょうか。いつも通り電車の作例です。まずは絞り解放 F2 で小田急ロマンスカー GSE を撮影しました。このレンズは絞り解放から風景の撮影で積極的に使えるのがいいです。もう一枚絞り解放、下り2000系電車本厚木行きです。同じ場所で F8 まで絞りました。解放でも楽しめるレンズですが、絞るとものすごくシャープです。別の味が楽しめるみたいな違った写りをしてくれます。反対を向いて上り新宿行き、これも絞り F8 です。四隅まで綺麗に写っていますし、にじみもありません。非常に安定した写りです。東急田園都市線です。この先の作例はしばらく F5.6 で撮影しています。いいですね。惚れ惚れするほど美しいです。横浜市にある藤ヶ丘駅を通過する下り中央林間行き、東京メトロ8000系電車、電車の写真は先頭から後ろまで入っている写真がかっこいいと感じます。同じ場所から反対を向いて下り急行中央林間行き、東武5050系電車です。ホワイトバランスを変えて上り準急押し上げ行き、藤ヶ丘駅で各駅停車を追い越しするシーンです。鶴見川の谷を渡る上り電車です。非常に成功率の高いレンズで失敗がありません。鈴懸台駅を出発する上り東急5000系電車です。雲が広がる天気でも綺麗に映ってくれました。東急大井町線に直通する東急6000系の急行電車です。このレンズで撮影すれば100発100中です。長津田駅に停車する東急2020系電車、ミラーレスにつけっぱなしでいろいろな場所に撮影に持っていきました。同じ場所で反対を向いて夕焼けに向かって撮影しました。このレンズ本当いいですね。散歩したりジョギングしながらスナップ撮影で楽しむのに最適なレンズです。白黒の作例です。 APS-C モードを使って大きく撮影してみました。絞り解放の F2 です。時代を考えると白黒を前提として開発されたレンズなのかもしれませんが、非常に綺麗に見えます。
F2.8 まで絞りました。被写体はニッコール S F1.4 ですが、撮影しているレンズはニッコール H の F2 です。白黒とカラーを比較してみましょう。両方とも1段絞って F2.8 で撮影しています。どうでしょう、白黒もカラーもどちらもいい感じですよね。カラーになると色にじみが出てきたりはするんですが、やはり細かい光の様子までわかるのはカラーの方なのかなと思います。レンズの性格がよくわかって面白いです。動画の作例です。カメラボディは引き続きソニーのフルサイズミラーレス α7 でフル HD60fps で撮影しています。絞りは F11 まで絞っています。ピントが固定になりますが、動画でも綺麗に写ってくれました。高い場所からもう一本。このレンズ本当いいレンズでしたね。 F1.4 のレンズと比較をしてしまうと一歩劣って見えてしまう部分はあるんですが、 F1.4 のレンズは絞り解放で撮影するとじゃじゃうますぎて扱いにくい部分もありましたので、 F2 の方が解放から使えて使いやすい部分もあります。 F2 の方がお散歩に持っていくのにちょうどいいレンズだと感じました。ということでニッコール HO と 50mm F2 を使ってみました。私個人的にニッコールレンズの分解清掃は相性が良くて今まで成功する確率が高かったんですけど、今回は不十分な結果となってしまいました。最近分解清掃に失敗することが多いので自信をなくしてしまいそうです。最後まで見てくれてありがとうございました。今後もジャンクレンズのレビュー動画を作っていきます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。